俺の俯瞰は AW ゲーム。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、ホームの方で、まあ、ドンカツ報酬のパックがあるっしょ。まあ、パックの方を連打することによって、まあ、アイテムもらえるっていう風になってますんで、ちょっとそれがあっち行ってみようかなと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、リスナーさんはね、もう普通に金銃出したりとか、金券出したりとか、してらっしゃる方、いらっしゃいますんで、俺も早速やっていこうと思います。まあ、これね、ホームの一番下の、まあ、ポチ袋が出てくるところを連打しておくと、まあ、結構ですね、あれなんですよ。すぐその受け取れるっていう感じになってるんで、とりあえずま、ここをね、連打しておけば、皆さんいいと思います。お、なんかゲットした。何ゲットした俺、今。お、勲章かけら。勲章のかけらとか結構なんか、よう出るんかな。これさ、あれだよね。自動化してる人とさ、回線強い人がさ、基本的に勝つよね。お、なんかいった。ダイヤか。なんかもらった。ダイヤか。これなんかさ、ダイヤがさ、めっちゃ増えるらしいんだよ。数万ダイヤぐらいなんか、ずっとしよったら増えるみたいな。すごい言われたんで、そこ見たらさ、ダイヤガチャもう実装せんよな、って思ったんですね。正直な話。そんなんなっとったらな。なんかもらった。勲章かけら。まあ、勲章かけらでも普通に嬉しいよね。もらった。ダイヤ。ダイヤと。また、ダイヤですね。ダイヤ。これダイヤ1回で2022個もらえるのはでかいよね。ダイヤ。もらえた。ダイヤ。なんかもらった。ダイヤ。なんかもらった。ダイヤ。これなんか、あれっすね。孤島でイベント来たらやばいっすよね。孤島だったら一周早いんで。来た。ダイヤ。もう出た。ダイヤ。ダイヤですね。ダイヤですね。出ましたね。ダイヤですね。なかなか手に入らんな。せめて一番上を出したいね。一番上がなかなか出ないのが、一番上に勲章とかあるんですけれど、そこにね、金券とかたまに入るみたいなんですよね。ダイヤですね。ダイヤですね。これも30分やったんですけれど、一番上が当たんないですね。まあ、時間あるときは皆さんしてみたらいいんじゃないですか。一番上のところに、まあ、金券とか車とか出る可能性があるんで、まあ、30分やっても出ないぐらいに難しいですけれど、まあ、人待ってるときとかにね、まあ、ついでにやっとけば結構いい要素やと思うんで、まあ、皆さんしてみるといいと思います。で、なんかね、報酬の方って、まあ、ドンカツしてももらえるじゃないですか。まあ、あの報酬って、ルームでももらえるらしいんですよね。まあ、なんで今回は、まあ、ルームの方でね、ちょっとね、本当にもらえるのかっていうのを、まあ、検証してみようかなというふうに思います。とりあえず、まあ、ルーム作りましょうかね。ちょっとじゃあ早速作っていきますね。適当なルームの方ですね。OK です。作っていきましょう。じゃあ始めていきまーす。まあ、ルームってこうやってね、まあ、自分、サブのアカウントと、まあ、こうやって二人だけの部屋っていうのを、まあ、作ったわけなんですけれど、もう出てるこれ。ね。ダメじゃないかこれ。出てるじゃんね。大丈夫、まあ、そのルームの方で、まあ、自分のサブアカウント入ってますよね。これサブアカウントをもう抜けさせるんですよね。抜けさせたら、これカウントが終わった瞬間ですね。終わるっていう。はい。鈍化するっていう扱いになるんで。まあ、これでクリアできるとかっていうのをしていこうと思います。OK です。これで、まあ、クリア扱いになるのか見ていきましょう。あ、あるね。右下に。毎日シェアでボーナスをゲット。これでいいんかな。あ、シェアってな。ダイヤのことか。これじゃなくて、こっから、どういうこと？終わって、戻ったら、あ、あるね。左上に。ね、カウント来てますわ。もらえるんだ。これでシェアすることによって、俺ももらえるの？あ、俺ももらえるんだ。これでいけるんだったら、いいっすよね。1日3回もらえるんだ。あと2回していきましょうか。OK です。OK じゃないです。OK じゃなかったです。これでまた一回抜けてもらえるんだな。いいね、これね。もらえるの。普通にな。あと一回しよう。OK です。終わりました。これで、もうダメだろう。出てるって。出てるもんな。これでから、またいけると。いいね、これ楽だな。まあ、一日3回までですけど、自分でするときっていうのは。まあ、もらえないよりは全然。いいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、ホームのやつ、1時間以上必死にやったら20万ダイヤ入って嬉しいと。20万ダイヤエグいですね。あれ結構なんかガチってる人は結構ゲットされてますもんね。割となんか増やしそうな感じなんで、暇だったらやっとくといいですね。まあ、ああいうのがあるともうなんか、リスマラする意味もなくなってきますよね。1アカウントでいろいろできるんやったら、まあ、1つのアカウントを育てるみたいな、まあ、10個ぐらいなんかね、自動化できるような感じにしといて、それらを育てていくっていうふうにした方が、なんか、いろいろね、商品価値が上がりそうな、まあ、感じはあると思うんで。だってね、まあ、実質ま、勲章を無限に増やせるわけでしょ。だったらね、まあ、金チケット、金車チケットとか、まあ、金のですね、まあ、重機チケットも増やせるわけでしょ。まあ、そっからなんかいろいろなアイテム拡張させたアカウントとなったら、まあ、それを無料で作れるわけですよ。無料で作れるアカウントとしては結構破格ですよね。まあ、そんな感じにできると思いますんで、まあ、結構いいっすよね。で、次ですね、スパイファミリーとコラボできないから、とりあえず声優さん押さえとこうって感じかなと。と思いますよ、今回のね、ボイスパッケージ配布。まあ、コラボレーションはすぐはできないから、まあ、その代わり声優さんに
にまあ似たような声出してもらおうみたいな、まあ、魂胆かもしれませんね。まあでもあの声優さん結構そのいろんな声できるんで、まあ、もしかしたら全然違う声で、まあ、するかもしれませんし、わかんないですけどね。まああんななんかノリ声をするタイプの声優さんじゃなくて、まあ違う、もっとなんか違う感じの声をすることが多いみたいなんで、まあね、どういう声するかわかんないですけれど、それいいっすよね。でも人気のキャラクターがおって、そのキャラクターの声優をしてる人に、まあ似たような声を出してもらうっていうですね。それでやっていけばなんか良さそうな感じもありますけどね。坂本真綾とかね、あとは内田真綾とかね、やってほしいっすよね。うん、どっちも真綾ですけれど、結構まあ特徴的な感じの声のですね、声優さんですし、そういうなんかね、まあ、人気声優と言いますか、まあ人気のキャラクターがおって、そのキャラクターの声優をしている人に同じような声を出してもらうっていう、そういうなんかセルフコラボレーションみたいな、そういうのもなんかいいかもしれません。で、次ですね。エヴァ復刻でブンダー来ないんですかと。ブンダーね、ないっすよね。チャイナ服とかもなかったりとかしてますけれど。初動で出た、中国の方で、中国の公式で先に出ていました。ブンダーとか載っている画像。あれ途中から消されてるんですよね。あの画像。消されて、で、復刻の方が来てからも再表示ですね。されてないんですよね。まあ、そこら辺考えますと、ちょっとなんか間違えてから消したみたいな。まあ、実際はその、ブンダーの方ですね。復刻の方は、まあ、やっぱちょっとしないから、隠したっていう可能性は、ちょっとあるのかなっていうのは、まあ、正直、ちょっと思ってる部分ではありますね。乗っているけれどやっぱ出さないからもう消しとこうみたいな、そんな感じの流れなのかなっていう今回ですね、まあ、思ったりはしてますね。まあブンダー、まあ一部ね好きにね来ないのはしゃあないですからね。数多すぎますからエヴァンゲリオン、まあいい加減多いんで、うん、まあ、そこら辺が消えてしまったっていうね。最近ちょっと運輸機スキン配りすぎな感じはありましたから、まあ、しゃあないっちゃしゃあないのかなっていうふうに思います。まあ、やっぱ運輸機スキンって基本的にまだ希少価値が高い存在じゃないですか。大体そういうなんか価値を感じやすいものっていうのを、コカコド運営はスキン出しすぎて、その希少価値っていうのをなくしちゃうっていう、なくしちゃうことによって、まあ、その後使っても効果が上がらない感じになってしまうっていう、まあ、これよくある流れだったんですよ。まあ、昔で言うと、例えば立体起動装置みたいな飾りの部分とか、あとはですね、マントとか、そんな感じで使っちゃって、結局さ、もうマントとかどうでもいいみたいな感じになっちゃってるわけじゃないですか。それって普通にもったいないですよね。はい。まあ、なんで結構その、まあ、タイミングを絞って出していくっていう風に、まあ、もしかしたらしているのかもしれないですね。で、次ですね。キバ王ないの悲しいと、やたら俺見るんですけど、キバ王がいない。キバ王はいらんだろ。ね。普通に。キバ王はいらない。なくていいです。それよりもまあ、ユージオとかね。あとは、ユーキとか、ね。普通にエギルとかさ、うん。そこら辺とかもおらんし、クラインもおらんしみたいな。そっちの方が大事でしょっていう風に俺思うんだけど、いないもん、今回。クラインいないっす。エギルもいないっす。友情もいないっす。勇気もいないっす。まあ、プログレッシブに関わってくるキャラクタープラス、まあ、主要の主人公周りに、まあ、現在いるキャラクターっていうね、原作で、まあ、原作最新の状態で周りにいるキャラクターが大体は入っているっていう具合になってますよね。はい。まあ、友情と勇気はね、出してもよかったと思うんですけれど、結構友情と勇気の熱烈的なファン多かったと思うんで、まあ、でもキャラクター絞らんとネタ多すぎますからね、まあ、結構何でもかんでも実装しよったら切れなくなってくるんで、まあ、実装しないのはしゃあないっちゃしゃあないっすよね。割となんか人気のキャラクターっていうのが SR は多いんで、まあ、キバ王含めてですね、仕方ないのかなと思います。でもキバ王はいらないですね。いらない。いらないでしょ。うん、別に。まあ、なんか、イラストでね、ちょっとなんか、例えば、ログインボーナス7日目のバナーのところの端っこぐらいに出てくると嬉しいですけれど、スキンはいらない。キバ王の。うん、